神奈川県川崎市中原区新城鹿島サイクル編。今回は神奈川県の元競輪選手45期の東明さんにお話をお伺いしました。東さん、覚えてるレースとか会心のレースとか、なんか印象に残ってるレースとか、ね、どんな感じだったんですか？オルサ決勝、決勝乗られて、すごい中野さんと藤巻のボルさんがいて、あとは高橋義之さんと高橋兄弟かな、高橋健二さんと義之さん、あと北海道の藤巻さんと高村敦さん、あと前田義明が、前田義明、あと野原哲也、はい、いて、でもその当時須畑義和とか井上重則とか柳澤正道とかがいるじゃない、じゃあ皆さんその時勝ち上がれなかったんですか？決勝乗れまして、で前田がすげえ会心の逃げだったんです。それに乗って今決勝乗れちゃったんです。ああ、すごいですね。でもそれは良かったんだけど、はい、最後4コーナーで発車しちゃってさ。あ、そうなんですか？かかっちゃって。あ、どなたと？鈴木まさる、同期の鈴木まさるって奈良にいたんだけど、その人と、あと野原が乗り上げちゃって、野原もついてない。東さんもやっぱたくさん練習されたと思う、そうだね、三井さんとよくやってたね。あ、三井さんと乗り込みすぎちゃって、もうロードマンみたいに痩せちゃってさ。どれぐらい乗り込んでたんですか？厚木の山の宮ヶ瀬ダム、今宮ヶ瀬ダムだけど、あの頃は宮ヶ瀬ダムとかなくて、結構行ったり来たりしてたね。宮ヶ瀬の合宿もよく行ったね。あ、合宿はどちらに？合宿はいろいろ富士とか八ヶ岳の、千葉、浦和ライン、あと伊豆は河津って、はい、わかります。あっちの方とか、冬はね、フラワーで。あ、フラワーで。夏はね、はい、富士。撮ってたよね、なんかね。それで家帰ってきて、今度バンカー入って仕上げるみたいな。あとは時間があればウェイト。朝、このおじさんがバイクユーザーやってくれて、川崎の競輪場で。はい。で、競争前になるとバイクユーザーやってもらって、で、さあ競争行くみたいな。そんな感じ。3年目ぐらいかな、3年目ぐらいからちょっと良くなって、はい、で S 級制度が始まって KPK ってで S 級に上がれて、結構3年目ぐらいになったら A 級でも優勝取れるようになってきて、で S 級の点数取って、はい、っていう感じ。その当時の S 級ってどんな感じなのかは、ね、430人ぐらいしかいなかったと思うんだよね、はい、記憶なんか半分ぐらいだよね、今しょっちゅう同じメンバーで当たるわけだよね。もう顔見知りというか、だいたい性格も分かってくるし、あ、今日は来るかな、勝負に来るから焦るかなとか、インで粘るのかなとか、はい、そういうのもだいたい分かってるから、お互いにやりやすいっちゃやりやすいけど、やりにくいっちゃやりにくいよね。あ、そうですね、手の内分かってくるからね。で上行けば行くほどあれだよね、もうみんな顔見知りで、今の SS じゃないけどね、どうぞ戦うかっていうのは分かるっていうかね、はっきりするよね。しょっちゅう一緒に走ってるから、どうやって走った方がいいんだろうな。本当じゃあその430人しかいなかった S 級の時って、私立だよね。私立ですよね。落車も多かったしね。じゃあ東さんも大怪我されたりとか？大怪我はないけど50回以上は落車してるね。あ、でも大丈夫なんですね。大丈夫だね。今日こう脱臼、検査関節脱臼で40過ぎてる。あ、そうなんですか。40までは骨折しなかった。すごいですね。なんかね、年とともに体が弱ってくるんだろうね。40まではね、骨折しなくて、はい、これすごいっすね、結構落車したけどね。じゃあ落ち方も上手だったんですね。いや、そうでもないんだ、手離しちゃうんだよね。あ、そうなんですか。結構手離し、顔落ちたから、もう危ないなと思ったら手出して、滑ってたようなイメージだよね。へえ。パタンって倒れちゃうと骨折しちゃうけど、はい、うまく滑ってたのかな、滑って。あ、じゃあ衝撃を、そうだね、なんかうまく逃がすというか、ここで東明さんのご子息東龍之介選手のことをお伺いしました。東龍之介選手、96期ですごい強さで、今も競りで強格でさ、ラビアったのかな、もう勝負してくるからって言ったらやめろって言ったのに、で勝負しに行っちゃってさ、覚えてる、伊藤、京都の伊藤なんだっけ、伊藤康文選手ですか、伊藤康文と焦っちゃって、はい、京都のところさ、競り行っちゃってさ、はい、まあ、ダメだったんだけど、もういいから今若いうちに勝負するからっつって、はい、いいんだよ自在で何でもやるでっつって言ったんだけど、はっきりしなきゃダメだからです、他と勝負するっつって、はい、ずっと先行してたんだよね。ああ、先行じゃ通用しないからっつって。ああ、めちゃめちゃ強かったっすけど、あと20回以上あったんじゃないの、すごいですよね、いい時は。で番手勝負で、番手勝負になっちゃったね。時代でいいと思ったんだけど、いやそれはダメだから。競輪マルシェでもお父さんの影響で、競輪の世界はやればやるだけ帰ってきて、とても素晴らしい世界だからっていうのを影響を受けてなりたいと思ったっていうインタビューを拝見しました。最初はね、基礎体力からだからっつって、基礎体力つけさせて、で自転車も組んだよって、それからだね。高校の時でスポーツとかされてなかった？自転車乗ったの。あ、乗ってたんですか。乗ったの、高校1年生で。
はい、で高校2年生で辞めちゃったの。あ、そうなんですか。辞めるわっつって乗らなくなっちゃった。で、はい、3年生になってどうするのってなったら、はい、また乗り出した1年間乗ってなかった。うよ曲折あってあ、そうだったんですね、うん、そんなことがあったとはとても思えないですね。そうそうそう、たまたまうまくねタイム出てくれたんだって。ああ、よかったですね。親としては、うん、高2でがっかり、高3でまたやって受かってて、うん、地獄から天国のような感じですかね。そうだよね、今思うよね。そうですよね、人生変わってるよね、多分怒ってたのね。そうですよね、やめちゃってたかもしれないしね。そうですよね、うん、ありがとうございます。皆さん本日は大変貴重なお話ありがとうございました。ありがとうございました。